フィーリング的には去年よりもこうトライがすごく早くて、で安定してる感じはすごく感じました。去年のプロパイロンとエスラボに近くなったような感じはあったんで、ポジションとりあえず高いところキープして、でこのトップを使う意識を持つと去年よりもこう安定してるし乗りこなせるし、タイムも伸びるんじゃないかなと。